皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ドラコエジです。このキャノピーもね、前回40キロも出なかったのが、一応なんとか下りで60キロまでは出るようになりましたが、スピードが出るようになるとね、どっか行きたくなるものでね、どっかに行きたくなると、私はね、頭の中に地図が入ってないもので、とりあえずナビのつける場所ということなんですが、いいとこ見つけました。ここでもってね、アマゾンブラブラしてたらいいもん見つけたんですよ。これ A 門の L 型金具、金額の方が198円、ただこれだけ、本当にただこれだけです。たった1個あとネジ使うか。ネジはね、10ミリの、ネジ、まあ、ネジに関してはね、いろいろね、バイクとかバラしてるとね、ビスだのナットだのいっぱい余るんですわ。その余ってるナット、余っちゃいけないんだろうけど、その余ったナット、余ったナットを使って取り付けます。でまず1回外すというか緩めるという、これ外さないとダメか。まあ外すといってもですね、10ミリのボルトを緩めると内側のこの金具、これが外れるんでね、でこれ、その外れた金具に、つけるだけ、ただそれだけ、こんだけです。これ、このね、 A 門の L 型金具本当にぴったりなんですよ。なんで、で高さ調節できるかなと思って、これ目いっぱい上に上げて取り付けました。これね、やらない方がいいです。多分目いっぱい下の方がいいです。なんでかっつうと、ナビというか携帯ホルダーがガタガタ揺れるんですよね。なので多分これ下げれば、いいとは思うんだけど、まあそのうち、下げた時上げた時の動画でも撮ろうかななんて思ってます。でこの L 型金具にスマートフォンホルダーを固定する、なんていうのかな、ブラケットっていうのを、このなんかクニクニって曲がってるやつ、これを取り付けます。このね、ボルトとナットなんですけどもね、本当にバイクの余ってたやつじゃないんですよ。なんかで使おうと思ったんだけど、結局使う予定がなくなった、多分ボルトとナットだと思います。でも本当にね、これだけで固定できちゃいますんでね、めっちゃ便利です。いや便利というかね、めっちゃコスパいいです。コスパいいっていうのかな、まあ安いですよ、198円。はい、というわけで今日はここまで。本日もご視聴いただきありがとうございました。になっちゃう、いや終わらないですよ。このスマートフォンホルダーって充電機能もついてるんですよね。このなんだ、非接点無接点充電、その充電、機能が内蔵されてるんで、じゃあ電源を取ろうということで、キャノピー乗ってる人はまあ大体わかるとは思う、わかるのかな、まあまあそれはさておき、早速やっていきましょう。まあこのインナーラック邪魔は邪魔なんだけどね、一応ね、取らなくてもおそらくできると思うんですけども、もう完璧にケーブルを隠蔽したいので、隠蔽というか、影に隠して、影じゃないか、このインナーカールの内側に隠したいのでね、とりあえずここまで剥がしちゃったんだけど、基本的にはブレーキのスイッチのところから電源引けば、イグニッションキーオンオフで電源の方もオンオフできるんで、こっから取る、こっからというか、ブレーキの、スイッチのケーブルから取ることをおすすめします。これね、めっちゃ楽です。って言いながら、インナーのレグシールド外してるんだけど、まあここ外した方がいいのかな。ここ外さないとね、隠せないんですよ。でね、真ん中の8ミリ外すの忘れてるんですよね。ここ外すの忘れてて、取れねえなとね、アホなことをやってました。ここと、あとハンドルのカバーを外せば、あとはなんとかね、ネジ外して、インナーのカバーを外さなくてもずらすだけというか、ちょっとひん曲げるというかだけでね、なんとかできちゃいます。まあちょっとね、こう神経質な人、几帳面な人はこうきっちり外して、きっちりこう何タイラップとかで止めてやると、より綺麗に収まると思うんだけど、ドラコ親父ね、そのとにかくズボラでガサツで横着物なんで、まあこんな感じでここら辺までバラしておしまいにします。で頭バラしたく、頭というかハンドルの上のカバーですよね、ハンドルのカバーを外さないでワンチャンいけるかなと思って、イグニッションキーの方から出てきてるケーブルを、テスターで調べて潜り込ませようかなと思ったんですが、割り込ませる前にこのカプラーの端子外さなくちゃいけないんだけども、端子折っちゃって、まあちょっと動画カットしちゃったんですけどもね、まあちょっとちゃんと正規というか楽ちんなブレーキのスイッチの方からやろうかなということで、せっかくねハイパー測ったんですけど、無駄になりました。結局ここから電源取らないんで意味ないんですが、さらに意味ないのがエンジンをかける、エンジンかけ
かけなくてもさ、普通電源来てるか来てないかわかるじゃんみたいな。ということでね、何やってんだろう。というわけで頭のこの部分をバラして、ただただあのブレーキのカプラーというか、これは擬宝紙だったんですよね。なので純正ついてたのはこれ、それを改造してこんな風に、しました。まあ、純正というか付属品ですね。付属品の方が、ヒラメスヒラオスの擬宝紙、オスあじゃないメスそれを擬宝紙オスオスメスじゃねえや、あのメスメスオスに変えました。メスメスオスです。でワット数で言ってそんな高くないと思うから、リレーもつけなきゃ、ヒューズもまあいらねえだろうなとは思うんですけども、これケーブルの途中にヒューズが入ってるタイプだったのかな、ちょっと忘れちゃったけど、あのどっちにしてもね、火災起こすようなあの問題は発生しないと思うんでね、大丈夫だと思います。あとはまあ適当に外して潜らして外して潜らしてって言って、まあ雑にこう押し込んでいけばまあなんとか収まりますんで、やりたいように皆さんやってください。で一応念のためなんですが、あの組み終わってからあれ電源入らないじゃ困るんで、一回ここテスターかけた方があのいいと思います。でメーターパネルなんかもネジそんなないんですよね。長いビスプラスのビスと10ミリ2つかなんかかな、長いビスが4本ぐらいか、あもっとあるな、6本、2、4、5、6、7、8本ぐらいかなちょっと忘れた。そこまで外さなくてもね、この、耳の2本だけでケーブル無理やり通しちゃえば別にいいんですよ。そんな中のことなんかこだわらなくたって、まあね、気になる方はちゃんとあの束ねてタイラップで止めてください私は止めねえ。まあね、意外とねこうざっくりの方がね結構余裕持たせて、あの後々何かやるときにね、あよかったっていうことあんまりねえか、あまあ多少あるけども、まああるのかなないのかな、まあ微妙なところですね。ガッツしね、こう取れないように止めたはいいけどさ、後でやり直そうって言った時にね、痛い目に遭わないようにただただドラコヤジは横着してこう取り付けてるだけなんで、皆様は真似しないようにちゃんと取り付けることを、おすすめしますと一応言っときます。でもね、中にはね、ほんとね、バラしてみると、あ前のオーナーさんきっちりやってんなーっていうようなね、配線の取り回しとかね、結構感動する配線の取り回しとかもねたまに見るんですけども、さすがドラコヤじゃ真似できない。まあとりあえずこうやって、パイロットランプっていうのかなこれ一応電源も入ってますぜっていうこの青いランプもついたんで大丈夫でしょう。まあ、ジャイロキャノピー専用のマウントバーとかね、なんか、ミラーとミラーの間をこう結ぶなんていうのかな、バーがあるんだけどね、そういうの使うとかっこいいんだけどね、金がとにかくかかる。ドラコヤじゃねお金ないんでね、お金のないこの安いこの198円のステで取り付けました。まだ多少キャノピー続きます。よかったらチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ドラコヤジでした。